次に福島県飯舘村より上田市に移住され農業をされております菅野秀夫さんより発言をいただきます。皆さんこんにちは。私は福島県の飯舘村から上田市に避難しまして、そこで農業を営んでいる菅野というものです。震災から、そして原発事故から7年が過ぎました。津波で大きな被害を受けたところでは、高台に住宅地が作られたり、新たな商店街が生まれたりして、それなりに復興は進んでいると言えるかもしれません。しかしながら、原発事故の被害を受けた地域では、原発事故からの復興という点では、ほとんど進んでいないのが現状です。私が住んでいた飯舘村では除染ということで、村全体で3000億円ものお金がつぎ込まれました。村民1人に換算すれば5000万円ほどの大金です。このような大金を使って行っている除染作業ですが、除染作業によって放射性物質がなくなるわけではありません。こちらの放射性物質を集めてあちらへ持っていく、あちらの放射性物質を集めてこちらへ持っていく、そんなことをしているにすぎません。表面の土を削ってフレコンバッグと呼ばれる黒い袋に詰めて、村内のあちらこちらに野積み山積みされています。村内ではこのフレコンバッグが200万個以上も放置され野積みされたままです。どこにも持っていきようがありません。いつ処理するのか、どのように処理するのか、全く目処が立っていない状況です。この袋はそんなに丈夫なものではありませんから、時間が経てば一部は破れて中の土が出てきてしまったり、大雨の時には袋ごと川に流されたりしています。また除染作業は家の周り、田んぼや畑では行われていますが、村の大きな面積を占める山や森林、これは全く手つかずの状態になっています。除染の費用がないんですが、除染しようと思えばさらに莫大なお金が必要となってきます。家の周りや田んぼや畑を除染してちょっと放射線が下がったからといって安心して住める環境に戻ったと言えるでしょうか。森林の高い放射線量が今の10分の1に減るには100年という長い年月を経なければならないのです。この3000億円ほどの予算、もし村人の暮らしや命に関わることに向けられたとしたら、一体どれだけのことができたでしょうか。3000億円かけて除染作業をしても元通りの状態には戻らないのです。元通りの状態からはとても程遠い状態になっています。皆さん、原発はひとたび事故を起こせば大変な犠牲を強いるものです。とんでもない欠陥商品を作って大手ゼネコンは金儲けをしていますが、除染事業においてもボロ儲けをしている実態があります。原発があった大熊町では国の直轄事業として除染事業が行われています。それを一手に引き受けているのが大手ゼネコンの清水建設です。清水建設のある下請け企業は除染事業で2016年に105億円の売り上げを上げました。そのうちなんと56億円が利益となっていて、さらに驚くことにはそのうちの43億円が役員報酬として払われたという報道がされました。売上の半分ほどが利益というのも異常ですが、そのほとんどが役員報酬に回されている。原発事故を食い物にして1年に何十億円も稼いでいる、こうした実態があります。原発事故ではたくさんの命が奪われました。
原発から20キロ圏内あるいは30キロ圏内の人はすぐに避難しろと言われました。鳥もとりあえずボトルだけのを持って避難しました。で避難した後すぐには帰れない状況がずっと続いています。牛や豚、鶏、こういった家畜は放置されたままになりました。また家族同様に暮らしていた犬や猫などのペットも放置されなければならなかったのです。見放すしかない、そんな状況がたくさん生まれました。しかし犠牲になったのはこういった動物たちだけではありません。飯舘村では原発事故から一月経った頃にここに住み続けるのは危険だから避難しろと言われました。放射線量の一番高い時期にそのままに放っておいて一月も経ったから避難しろということ自体が異常ですけれども、村全体が避難すると決まった翌日100歳を超える方が自殺されました。その人は村での暮らしがその人の人生そのものだったと思うんです。村を離れることはとても考えられない、長く生きすぎたと言って自ら命を絶ってしまいました。原発事故から7年間の間に私のおじさんおばさんも4人が亡くなりました。4人のうち3人は避難生活を強いられ、子供や孫たちに野菜を作って届けるという生きがいを奪われ、大きな家から今まで住んだこともない小さな家に閉じ込められ、することもなく家に帰りたいけど帰れない、いつ帰るかわからない、帰れるかわからない、そんな不安の中で体調を壊し亡くなってしまいました。原発事故がなければもっと長生きできたんではないか、人生の最後の時期になってどうしてこんな生活を強いられなければならないんだ、そういった悔しい思いの中で亡くなっていったんではないかと思います。皆さん、私は飯舘村では農薬と化学肥料を使わない土作りを中心とした野菜を作っていました。手間と時間をかけて土作りをしてきたわけですけども、当然こうした丹精込めて作った土が一瞬に使い物にならなくなったわけですから、当然賠償されるものと思っていました。東京電力に私の畑の賠償はどうなるかと聞きましたところ、借りていた土地であったこともあって賠償の対象外である、その一言で片付けられてしまいました。原発事故の前に戻すというのが基本で、それができなければそれに見合った賠償をする、これが当たり前の考え方だと思うんですけれども、賠償の対象外であるといったことで切り捨ててしまう、そういったことが許されていいのでしょうか。皆さん、原発事故によって奪われたもので、お金によって賠償されるものはごくごく一部にしか過ぎません。お金では償いきれないたくさんの大切なものを原発事故は奪いました。おじいさん、おばあさん、子供たち夫婦、そして孫たちといった3世代同居の家族が少なくありませんでした。しかしながら それぞれがみんなバラバラに暮らさなければならない、放射線という目に見えない恐怖から身を守るためにどうしたらいいのかということで、家族の間で意見が分かれ、心のつながりもバラバラにされてしまう、そんなことが起きました。地域としてのまとまりも仲間同士のつながりも失われました。私の周りにもお金がなくてもお互い助け合おうという仲間たちがいましたけれども、ある家族は隣の山形県に避難し、小さい子供のいる家族は広島県、岡山県といったところに避難していきました。原発事故はお金には代えられない大切なものを一瞬にして奪い、ありとあらゆるものをバラバラにして、
一人の人間の寿命をはるかに長い、はるかに超える長い長い年月にわたって計り知れない犠牲を強いるものです。原発がある限り、こうした事故はまた繰り返されます。これ以上の犠牲者を出さないために、一日も早く原発をなくす、そのことに多くの皆さんが立ち上がることを期待します。最後に私の友人の死をご紹介して私の発言を終わりたいと思います。浦山氏、関久夫。私は皆さんが羨ましいです。マスクをつけずに空気が吸えることが私は羨ましいです。家族や友人や地域の人と別れずに暮らせることが私は羨ましいです。普通に野菜、魚、お米が食べられ水が蛇口から飲めることが、山や川で遊び、グラウンドを駆け回り虫や犬や草や木に触れることができる。春は山菜をいただき、冬は薪で暖を取る。落ち葉や藁で堆肥を作り、自然と共に暮らしていける当たり前の暮らしが羨ましい。私は皆さんを羨ましいです。子供をたった一人で見知らぬ土地へ送り出さなくていいことが、避難をめぐってそんなことやっことねと言い争い、家族がバラバラになることがないこと、家族、友達、ふるさとを捨てなくてもいい暮らしのあることが、でも羨ましがっていてもせんないことです。私と私の家族はそんな道を進んでいくしかありません。どうかできるところで構いません、福島を助けてください。そして原発を止める動きに立ち上がってください。なぜならこの日本列島に暮らす限り震災は免れません。そして原発事故に備えてください。家具は倒れないようにガソリンや水、食料、カッパを用意してください。地震は必ず起きます。10年後かもしれないし、明日かもしれません。誰の上にも放射能は降ってきます。だから支え合う仲間とつながってください。あなたと あなたにつながる全ての人を守るために、福島の教訓を生かしてください。2012年1月20日、以上です。ありがとうございました。